鳥居きよが化け物よひつばちぼく。夜中に遊女が化け猫に姿を変え、エビをかじっている場面。鳥居きよし計画、花相撲、源氏バリタン。遊女の足元に食べ残しらしき人間の腕が、転がっている。磯田小竜斎が、売り言葉。品川の海のそばを歩くか猫遊女。化け猫遊女は、江戸時代の日本の奇病史、シャレ本、話し本。 歌舞伎などに登場して人気を博していたキャラクターの一つ。当時の品川塾で起きていた化け猫のいい森女がいるという風説をもとに創作されたキャラクターであり、普段は遊郭に勤めている遊女が深夜になると化け猫に姿を変えるというものである。化け猫遊女の典型的な描かれ方は遊郭で遊女と客が一夜を共にし、客が寝入った後に遊女が こっそりと置き、客が気づくと、遊女が、猫の顔と人型の体を持つ化け猫に姿を変え、こっそりと食べ物を食べているというものである。1781年の起病死、化け物予ばち僕、及び同書と他書との解題合成本である1802年の化け物一大記では、品川塾の遊郭で深夜に客が、 遊女部屋を除くと、イデアという馴染みの遊女が化け猫に姿を変えて、エビを頭からガリガリとかじっている場面がある。この化け猫は、カリドに殺された親の家を相続したいと化け修行をしている親孝行な娘とされている。1798年の原つづみへそ話し局にも同様に、 化け猫に姿を変えた遊女がエビをかじっている姿を客が目撃する場面があり、1775年の歌舞伎、花相撲源氏バリタンでは、か、猫遊女が魚を食べ散らかす場面がある。こうした魚介類を食べるもののみならず、人間を食べる物騒な化け猫遊女もいる。前述の花相撲源氏バリタンを描いた1775年の狂言絵本には、 遊女の足元に、食べ残しとおぼしき人間の腕が転がっている場面があり、1796年の奇病死、小雨州三越松笠では、客が遊女部屋を覗くと、遊女が人間の腕をかじっている場面がある。ただし校舎では、遊女は、化け猫ではなく人間の姿のままで描かれており、人間の腕と見えたものは、さつまいもの見間違いに過ぎなかったというオチがついている。 江戸当時、品川塾の伊勢屋という宿場に、化け猫のいい森女がいるという噂が立ったことが、発祥とされる。1776年の話し本、売り言葉に、猫股と題した話が庭あり、この頃猫股沙汰の気味悪くとあることから、1775年以前に、こうした風説が存在していたものと見られている。 1788年の謝礼本、一目土亭にも、化け物伊勢屋は、南駅の、猫がすねよう、神田の台とあり、1789年の謝礼本、回し枕にも、品川の倉田にて年をへし、一匹の虎猫女郎と、化けたる試しも、ありとあり、実際に、化け猫がいたかどうかはともかく、そうした噂話自体は確かに実在したようである。品川塾は、 田舎侍や坊主たち相手の遊郭として人気を博していたが、こうした噂が江戸中に広まるにつれて伊勢屋が、化け物伊勢屋、お化け伊勢屋と呼ばれるようになった。1801年の品川再建、ブラチョーチンに伊勢屋が2件搭載されている通り、伊勢屋の名は平凡な屋号であるため、他の伊勢屋と区別するために、化け物、伊勢屋などの名が定着したようで、 後年の時代小説、半七、鳥物町でも1862年の時代設定で、品川の伊勢屋、と言っても、例のか、伊勢屋ではありませんというセリフがあり、五代目古今底、新章の初演による、品川新中にも、品川には、いい貸し座敷がありました。土蔵相模、島崎、お化け伊勢屋とある。こうした風が、安天明期にかけて、キャラクター化されて、 孔病誌などに登場し、それらの作品の中で、実際の品川の噂話とは全く関係ない、姿で描かれるようになり、キャラクターとして、一人歩きを始めたものが化け猫友女である。前述の、化け物予出鉢僕でも、か、猫友女を覗き見た客が、どこかで話に聞いたようなことだとセリフを言う場面があり、現実に、 品川で、そのような噂話があったことを示している。伊勢谷の井盛森所の名は、野で終わっていたため、化け物よひつばち僕のイデアをはじめ、金子遊女も、野で終わる、名のことが多い。このように遊女が化け猫に例えられたのは、遊女が、猫の別名で呼ばれたことや、実際に猫を飼う遊女が多かったこと、周囲から隔離された遊郭は、非現実的な空間であり、 その中にいる遊女は、ある意味で怪しげ存在であったこと。そうした、怪しげな遊女像に、猫という動物の持つ、神秘性が結びついたこと。遊郭で女性が閉じ込められて閉鎖された環境では、陰湿な感情が蓄積されて、妖怪伝承のもととなりやすかったこと。さらに加えて、遊女が、客の前で食事を取るのは失礼に当たったため。 廊下や下火比,比べ屋などで、こっそりと食事をとっており、そうした場面を偶然目撃した者は不気味な光景に、映っていたであろうことが理由として考えられている。品川にほど近い増上寺では、1852年に、住職が戒律を破り、医者に不にして、吉原遊郭で遊女と戯れていた事件があり、化けるということと品川の地が結びついていたと見る向きも、ある。 また、昭和以降の化け猫映画には、夜中に、安頓の油を舐めるという典型的な場面があるが、夜中に食べ物を食べるか猫遊女の姿がその、原型だとの説もある。アメ州は、本来は、アメカングリに、州で一時。アメ州の表記は、国立国会図書館専門資料部編、参考書士研究通り号9収録の、青本下大バリコミ州祭目を参考とした。 AB の部、広百9 9 1 p 7 2より引用。AB の部、広百9 9 1 p 7 3より引用。ありがとうございます。